磯部式水上飛行機は、大日本帝国海軍の磯部鉄基吉機関少佐が製作した水上機。滑空機の磯部式1号水上飛行機と動力機の磯部式2号水上飛行機の2機が存在した。磯部鉄基吉大将3年6月13、14日、阪神なる競馬場で開催された、帝国飛行協会主催の初の民間飛行大会に、 参加した磯部1908年から独自に飛行機の研究を開始した磯部少佐は、1910年に磯部式飛行機の特許を受け、翌1911年に第一線である駆逐艦雷の機関長から除籍間近の通報艦姉川機関長に展示、クレチンジュフにて竹製骨組の水上滑空機である磯部式1号を製作した。しかし、 完成した磯部式1号は、水雷艇の栄光による発光を行おうとしたものの、設計に不備があり飛行することはできなかった。この後、磯部少佐は、防護巡洋艦、音羽の分隊長に任ぜられて、呉から横須賀鎮守府に転属となり、横須賀で動力付きの磯部式2号機の製作に着手した。磯部式2号は、アンリファルマン機に近い設計の水上服用機で、 空気袋式のタンフロートを有していた。機体は完成したが、1912年6月、白浜海岸で水上滑走中に転覆する事故を起こし、飛行には至らずに終わった。その後、磯部翔佐は海軍を退役し、帝国飛行協会や日本グライダー協会の創立に関わったほか、第一次世界大戦時にはパイロットとしてフランス空軍に従軍した。 ありがとうございます。